もしもし、乗車されたんですけど、初心者におすすめのヘルメットどれがいいですか？3つある。まず1つ目、ジロのシンタックス。値段も手頃なくせにミックスも搭載されてるし、ハイエンドモデルと結構デザインが似てるんだよね。だから初心者の人が買っても中級者になっても使い続けることができる一品です。2つ目、コックのクレーン。めちゃくちゃかっこいいでしょ。これストリートっぽい感じが、スケートボードとかそういったものにも使えるやつなんだけども、街乗りとかピストバイクとかそういったものにも合ってるよね。ショートパンツにメッセンジャーバッグ使ってこいつなんて決めちゃうと、かっこいい街乗りライダーになれると思います。3つ目がこのレザーのカスク。これ何って思うかもしれないんだけど、ヴィンテージバイクが全盛期の20年ぐらい前とかはプロのロードレーサーもみんなこれつけてたんだよね。頭の保護はしてくれるし、何より軽くて携帯性に優れてるね。畳んでカバンにガッと入れて持ち歩くことができるという便利さがね、すごい受けてて、初心者の方なんかにはいいんじゃないかなと思います。ありがとうございます。どれ買えばいいですかね？聞いたんだから全部買うんですよ。いいですか？これが6足とか、これが2足、3足だから